はい、こんにちは。昨日はですね、上海から、まあ、結構南に行きまして、で今日はその続きの、まあ、ここもですね、ちょっとあんまりどういうとこかわからないんですけど、でここファン航空基地っていうので、このちょっと南に行くとこの辺りですね、この辺りがね、アモイっていう、あれですよね、確かアヘン戦争で開港されたさせられたところですよね。アモイっていうところがちょっと南に行けばあるんですけど、ちょっとそこだと遠くなるんで、この名もない基地に200、まあ、それでもちょっと237海里でちょっと遠めなんですけど、まあこの台湾のですね、台北からだいたい真西に行くぐらいのとこですね。だからもうだいぶ南に来ましたよ。あと 2回で行けるか、ちょっと長めに飛べばね、次回香港まで行けるんですけど、ちょっと香港は遠いかな。一回どっかで休憩して、そうですね、まあ香港まで行くか、もうちょっと前の、まあこの辺り何があったんだっけ、南寧市かなんかがあったんだったかな。うん、まあね、この辺まで来たらもうちょっと行ったらハノイですからね。ここ行ったらハノイですから。まあ今日はだから台湾の近くまで、アモイですよね。暑いですね今日、地味に暑いですね。湿気はあんまりないんでね、多少過ごしやすかったですけど、まあそれでもかなり暑いですね。今日は海の日ですね。いつもだったらね、海の日ぐらいにだいたい梅雨が明けるんですよね。今年はちょっと異常でしたけどね。まあ早いもんでね、先週参議院選挙終わったと思ったらもう1週間経っちゃいましたね。今月の末からですね、また株式の解説始まりますんで、まあぜひ見ていただきたいんですけど、だからそれでいくと3ヶ月経ってるわけですね、この前の5月から。だから今回の3ヶ月はね、本当になんか前の3ヶ月前の5月の決算全く覚えてないぐらい、なんか随分時間が経ってるような印象でですね、いつもだったらまた来たかって感じなんだけど、今回はなんか久しぶりに、まあ別になんか仕事が忙しかったわけでもないんですけどね、随分時間が経ったなっていう、なんでなんだろう、心境の変化なんでしょうかね。あ、上の方に月が見えますね。もうね、だいぶ南の方に降りてきましたんでね、まあ、昨日地形で行くと結構山もね、まあ、山っていうほどじゃないですけど、
ちょっと低い山、丘みたいなものが出始めていますね。また飛んでる人いますね。中国結構飛んでる人いますね。だったらマイクロソフトもね、もっと力入れればいいのにね。全然やる気ないですよ全然やる気ないですよ。建物もね、上海とか北京はねちょっと手を入れてますけどね、もうそれ以外は全然やる気ないですよマイクロソフトはほったらかしですよ。もう中国、あの世界の更新っていうのがね無料で定期的にアップデート入るんですけど、中国はもう入ったことありませんからね。もうこれ出てどうだろう、だから2年ぐらい経つんじゃないですか。もうそうですよね、2020年の確か9月か8月ぐらいに出たゲームなんで、もう2年経つんですよね。で日本語版が出たのが2021年の春ぐらいかな。まあ DVD ボックスなん、あの DVD 版もね出たりしましたけど、あれ誰が買うんだろうって、あんなの買う人いないと思うんだけど、 DVD 版が出たりとかしてましたけどね。あとはあのあれですね、サブスクのいわゆるクラウド版がね出てましたけど、クラウド版はね今年の3月ぐらいに出たのかな。クラウド版はいいですよ、あのビデオカード用意しなくてもいいですからね。ただ毎月毎月1200円だったかな、あれ払わないといけないんで、ある段階でビデオカードの元が取れちゃうんですけどね。まあもしビデオカードが安かったらね、あんまり高いとねもういつまでたっても元が取れないんですけど、ただそれに入るとあの他のゲームもね200タイトルぐらい遊び放題になるんで、あのゲームが好きな人はそっちの方が絶対いいんですけどね。うん、このように、まあ、山がちな地形になってまいりました。まあ、今回のフライトでアモイのね、アモイのちょっと北ぐらいのところに着陸しますので、あのアヘン戦争で開港したところっていう、どこだったの、天津、アモイ、広州、福州とか、5個か6個ありましたよね。まあそこで結局貿易をさせられるんですよ。で、まあアヘンとかね、覚醒剤をねイギリスが売り込みに来るんですけどね。まあ屈辱的なものですよね。うん、覚醒剤を売って。だから暴力団みたいなもんですよ、イギリスは。覚醒剤を売ってるわけですからね。それでお茶とか陶磁器とかね、中国の特産物を買って帰るわけです。まあ今ほぼ真南に飛んでますね。結構山がちな地形になってきましたね。
今日はね、久しぶりにちょっと焼肉屋に行ってハラミを食べましたね。昔はね、カルビとか好きだったんですけど、年のせいなのか、脂身がね、あんまり苦手になってきましてね。まあこれは中トロとか大トロもね、ちょっと苦手なんですよね、最近。普通の赤身の安いマグロで十分なんですよ。あっちの方がむしろうまいんで。だからそう思っていたら、ちょっと、まあ、知り合いに、カルビよりハラミの方がいいんじゃないですかって教えてもらって、で、あ、確かにハラミっていうのは今まであんまり食べてこなかったなと思って、で、ハラミを食べたら、あ、美味しかったですね。どっちかっていうと、こう、クジラの肉みたいな感じなんですよね。こう、身が締まってて、こう、脂身がほとんどないんだけど、まあでも食べてみたら結構脂、まあそのいわゆる霜降りではないんだけど、脂っぽい感じはあるんですよね。うん。まあだけどこう身が詰まっているというか引き締まっている感じがあって、こう美味しかったですね。黒っぽい、赤いというよりもね、黒っぽい肉だからね、本当に見た目がこうクジラっぽい感じなんですよね。ここはね、結構海岸に近いエリアなんですけどね、うん、すごい山がね、こんなありますよね。まあこの上海より南のその海岸地域っていうのはね、大きい都市単位に日本軍がね進出しましてね、まあ、もちろん香港なんかは抑えてますけど、アモイとか福州とか泉州とかですね、まあ、そういう 大きい大所の都市を抑えながら、ただ天面になってなかったんですよね。天で抑えてたんで、満州の方とかね、北京ぐらいまでは結構面で抑えてるんですけど、やっぱりその南部は抑えきれてなかったんですよね。うん。またちょっとパシフィックキャンペーンのですね、本をまた最近読み始めてるんですけど、学研の10巻シリーズですね。だいたい1巻がね、どれぐらいあったかな、200ページぐらいあったかな。だから10巻セットでね、2000ページぐらいある。非常にね、図や表解説が、ビジュアルがものすごく使われててですね、かなりボリュームのあるシリーズなんですけどね。もうそれ2010年頃にね出て、毎月1巻ぐらい出始めてて、2010年ぐらいだから12年前ぐらいに買い揃えていたんですけど、私ねそれ以外に中央公論から出ている世界の歴史っていうのは30巻セットっていうのがあるんですけど、あれもね ほとんど持って25巻ぐらい持ってますね。 5巻だけちょっと足りてないんだけど、なんか文庫本で最近出てるみたいなんで、ただハードカバーのやつでね5巻揃えたいんだけど、今探したらなかったんですよね。ハードカバーの世界の歴史がなかったんで、ちょっと残念なんで古本を探そうかなとか思ってるんだけど、25巻ハードカバーで5巻文庫本とか嫌ですからね、なんかなんか嫌ですからね。まあでも古本はねちょっと
汚れたり汚くなってる可能性があるんでね、それがちょっと嫌なんですけど。あ、でもちょっと山の標高もまあまあ高くなってきましたね。いや、これは発見ですね。すごい、こんな南部の方は山がちになってるんだっていう。あのウラジオストックの辺はね、もう本当に山山地なんですよね。で、あの長春とか宝天の方まで行ったら平地が出てくるんですけど、ウラジオストックの辺ってね、本当にこんな感じでね。やっぱりこう人類っていうのは平地がないとね、あの食べ物を栽培できませんからね。あの山とか行ってもね、あの日本の田舎の方行ったら山に棚田っていうのかな、ああいうのを苦労してね、あの作ってるところもありますけどね。まあでもそれをやると相当な労働力が必要になってくるんでね、やっぱりこう平地があって川があって、あの水はけが良くてっていうのがまあ一番いいわけですね。だから一番そういう意味ではナイル川とかね、インダス川とか黄河とか長江とかね、あとはメソポタミア の、 あのチグリス、ユーフラテス川、まあこういうのがあるところにまず文明が起こったんですよね。本当に山が深くなってきましたね。まあ、世界史っていうのはね、教科書の大半がね、ヨーロッパの歴史なんですね。あの最初こそね、メソポタミアのね、アッシリアとかあのやりますけど、あとペルシャ帝国とかね、インドとかクシャーナ朝とかやりますけど、まあでもほとんどヨーロッパの歴史なんですよ。世界史っていうのはヨーロッパの歴史なんで。で、あとは何か取ってつけたように中国の歴史とかアメリカの歴史とかもやるんだけど、まあ基本はヨーロッパの歴史をやっていると。で、あの大航海時代以降はですね、ヨーロッパを中心として物事が運んでいくんで、あの新大陸を取ったり東南アジアとか中国に進出していくわけですね、あの1500年以降ね。で、その最終的な形が第二次世界大戦なんで、ヨーロッパがアジアの方にどん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 進出していって、でアフリカの方にも進出していって、まあ、その利害関係が最終的に対立していったのが第二次世界大戦なんですよね。で、そこで勝ち組と負け組ができて、まあ、日本は負け組になるんですけど、まあ、ドイツとかイタリアも負け組になって、でその勝ち組負け組になって、その1945年以降スタートして、まあ米ソの、まあ米ソ中ぐらいですね、米ソ中の覇権争いになって、まあ実際ソ連というのが91年に崩壊しますから、まあ実際その以降は米中ですね。
まあ、1500年以降にね、大航海時代でまずポルトガルがインドまで到達して、でスペインはアメリカ大陸に行きますと。で、まあ、1600、1700ってなっていく中で、スペインとポルトガルがちょっとまあ没落していくんですよね。で、まあ、イギリスとかオランダとか、まあ、アメリカとかが出てきて、で1800年ぐらいになってから、あのプロイセンというのがものすごく強くなってくるんですよね。でそのプロイセンを中心に1800年以降物事が動いていくんですね。でそれが1900年あの前半の第一次世界大戦まで続くわけですね。プロイセンがあの結局オーストリアとかフランスをですね、戦争で打ち負かしていくんですね。あの1800年代後半にですね、オーストリアとかフランスをね打ち負かしていって、どん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 強くなっていくんですね。でその行くつく先が第一次世界大戦で、まあ、ドイツが、まあ、それでただ敗れちゃったんですね。だけどその敗れたけど、やっぱりドイツが強くてですね、 ゆくゆくもう30年もかからないですね、20年ぐらいで復活して、またもう一回戦争を起こすんですよ。だからドイツがね2回戦争を起こすんですね、20世紀前半に。それぐらい強かったんです、ドイツは。まずあの参謀本部っていう、世界で初めてそういう軍事専門の教育を受けたですね、作戦司令部みたいなものを作ったのも、まあ、ドイツですし、まあ、ドイツが要は1850年ぐらいからもやたらと強くなってきて、でもう1950年、約まあ1950年ですね、100年間はある種ドイツの時代なんですよ。1850年ぐらいからねずっとドイツの時代が続くわけです。で第一次世界大戦1914年で起こして負けたんですけど、またやっぱり復活してきて、39年か、ポーランドを攻めるわけですね。まあ、それぐらい強いわけですよ。もう徹底的に賠償金を第一次世界大戦でね課せられたにかかわらず、20年もしたら復活するんです。だからドイツ人というのはね相当優秀だと思いますよ。うん。100年間はねドイツの世紀なんですよ。1850から1950ぐらいまでね、まあ、実際1945ですけども、大体その100年はねドイツを中心に物事が動くんですね。まあ、もちろんあのイギリスとかも強いですよ。あの全然負けてはいないんですけど、その発展の加速度的に発展したという意味ではドイツなんですね。イギリスはまあもともとね強いですから、もう1700年代から強いわけですからね。うん、まあ、もっと言えば1500年ぐらいから強いわけですよ。東インド会社で発展していくのも、まあ、やっぱりイギリスが一番安定して発展 していきましたからね。スペインとかオランダも一時的には強いんだけど、やっぱりイギリスには勝てませんでしたからね。まあ、言っちゃえばね、そのドイツっていう遅れてやってきた国がそのイギリスの覇権に挑もうとするんですよね。まあ、そういう構図になるわけですよ。イギリスっていうのはもうすでに先んじて豊かになっていましたから、で後でものすごい発展を遂げてきたのがドイツなんですけど、それがこうイギリスの覇権に挑もうとするんですよね。
でそこにそのフランスだとかね、あのロシアだとか、あとはその新興勢力であるアメリカ、まあ、これアメリカというのはもう大陸がもう全く遠くにあるんでね、基本的にはあの中立政策なんですけど、あのヨーロッパに介入しないという立場なんですけど、まあでもアメリカもやっぱり巻き込まれざるを得なかったんですよね。でそういうで、そこにまたややこしいことに日本も参戦してくるわけですよ。1930年以降ですね、日本というのがね、そこにこう関わってくるんですよね。それまでは本当に極東のね、島国、片田舎の島国だったんだけど、あのロシアに戦争で勝った以降ですね、ものすごくこう自信をつけていくんですよね。まあ、これも ある種ドイツみたいなところがあって、急速にこう実力をつけていくもんだから、すでに豊かであったイギリスとかアメリカとやっぱり衝突せざるを得ないんですよね、うん、YouTube が覇権を取ってるところに TikTok が急に成長してきたみたいな、そんな話ですよね。ちょっと山あいが、まあ、なだらかになってきましたね。どういうわけか分かんないですけど、まあ、あと150回りなんで、まあまあありますよ。45分ぐらいかかるかな。一応これは教養チャンネルなんでね、そういう歴史の話をしとかないとダメですからね。で、まあ中国っていうのはそれに比べて昔から豊かだったんですよね。別にその一国だけで自給自足できるんで、昔から豊かだったんです。前漢後漢の頃からね、隋唐、もうその頃なんかはヨーロッパとは比較にならないぐらい豊かでしたから、GDP という観点から見ても。でそれがだんだん大航海時代以降、ちょっとヨーロッパが追い上げてきて、まあこれもある種ですね、そのもともと豊かであった中国を後から追い上げてきたヨーロッパ勢が中国の覇権に挑むみたいな、そう考えることもできるわけです。で1800年以降ね、まあいわゆる清がですね、まあその官僚主義に陥ってしまって、例えば清太后とかが一人で贅沢してて、全然その軍事的なですね改革を行わないんですよね。近代兵器なんかを揃えていかないもんだから、やっぱりイギリス軍に負けてしまうんですよね。でそのあたりから凋落が始まっていってですね、まあ義和団の乱とかで1900年ぐらいではですね、もうなんか各国から干渉されまくるんですよね。まあでもその中で日本が中心的にですね、中国をこう切り取り始めていくんですね。まあ、満州を取るだけだったらね、漢民族から見たら女真族っていうのは外敵ですから、ある意味満州だけを取るんだったら、日本っていうのは中国の、まあ、少なくとも漢人とですね、そんなに対決姿勢にはならないんですよ。逆に外敵を沈めてくれてありがとうって感じになるわけだから、
だけどやっぱりね、北京、南京ってだん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 やっぱり中国を取ろうとしていくっていう方向にねなっちゃって、いわゆる拡大方針、不拡大方針じゃなくて拡大方針になっていってしまうんです。これはねちょっと後で異論はありますよね。満州だけだったらよかったんです。朝鮮と満州だけだったらまだしも、中国の内陸部内陸部南部南部へ進出していこうとやっぱり陸軍、日本陸軍が してしまったんですね。まあだから当然アメリカも自分とこのやっぱり証券が侵されると、あのマニフェストデスティニーで結局西海岸まで到達したら次はグアム、ハワイまで行って、そして中国ですからね、フィリピンまで行って、そして中国ですから、やっぱりアメリカとぶつかっちゃうわけです。であとはね、やっぱりあんだけ広い国土をこのこれ今見てね、こんだけ広いわけですよ、この見渡す限りで、これをねこう全部占領できるとはちょっと思えないんですよね。満州ぐらいだったらまだいけるんですけど、まあせいぜい北京ぐらいまでかな。ちょっとだからね、伸ばしすぎちゃったんですね、勢力補給。兵站の面でも続かないし、でまた海軍は海軍でね、あんなもうビスマルク諸島までね、ニューギニアの先までえらい遠いとこまで行っちゃったもんだから、それピストン輸送でその補給路、補給物資を運ぶだけでもですね、何ヶ月かかるんだっていう話になるわけですよ。距離の2乗に反比例するんですね。戦力っていうのは距離の2乗に反比例するっていうのは、その補給物資をピストン輸送する時のその所要日数を表してるんですけどね、大体。でそれをやろうと思ったら、その輸送船が何隻行って、総トン数で輸送船が何百万トンいるとかっていう計算になると、まあ、非常にですねこれは不利な戦いになるわけです。だからせいぜいですね、まあ、絶対国防圏っていう、それでも広いぐらいなんですね。まあせいぜいどうですかね、フィリピンとインドネシア、あ、じゃあそうですね、フィリピン、インドネシア、台湾を結ぶ線、まあ、これは、ね、南方資源地帯ですから守らないといけないですけど、前方領域としてはまあせいぜいがサイパンぐらいでしょうね。マリアナ、要はマリアナですよね。マリアナぐらいがもう東に行くいいところで、行ってマリアナぐらいですよね。うん、まあ、もちろんフィリピンを守るためにはもっと、だからパラオ、トラック、もっと言えばビスマルクまで出ていくっていう、そういう発想になるのは分かるんですけど、ただそれはその兵站が続かないからですね。そこの兵站確保しようと思ったら輸送船が何百万トンいるんだっていう話で、まあ、日本軍は最初輸送船は300万トンで民間需要は達成するとしてましたけども、まあ、結局は沈没するんでですね、そういう計画がもう全部狂っていってしまったんですけどね。まあ絶対国防圏のもうちょっと、もう一回り小さいぐらいのエリアを、そして中国の方は満州と、まあ、せいぜい北京ぐらいまで、まあ、上海と香港はまた別途取ってもいいと思いますけど、面では取れないですよね。
満州から北京ぐらいもせいぜい、そしてで結局ね、その中国にたくさん戦線を広げてしまったから、陸軍の兵力が100万人ぐらいですね、釘付けにされてしまったんですね。で満州にもですね、ソ連がいつ攻めてくるかわからないんで、一応防備は置いとかないといけないし、まあその日本軍の敗因というのは、まあ後から言うのは簡単なんですけど、やっぱりね、その戦域を広げすぎたことにあります。戦域を広げすぎたんですよ。ロジスティクスが不十分なのに戦域を広げすぎたもんだから、結局南方で資源を取れるのにね、内地に十分に持ち帰れなかったりとか、古語の兵器は優秀なのに、やっぱりロジスティクスが不十分なんですよね。で逆にですね、海戦時の戦力でね、マリアナあたりでガチガチに守っとけば、そう簡単にアメリカもね手を出せないんですね。アメリカはアメリカで距離の二乗に反比例するわけですから、まあそんなこと言うと、なんでアメリカを攻めたんだって話に戻ってしまうんですけどね。フィリピンには手をつけるなと、まあこれはちょっと戦略上難しいという意見もありますけどね。インドネシアだけ取ってフィリピンを取らなければいつ寝首をかかれるかわからないじゃないかって言うんだけど、まあそれはそうなんだけど、ただ向こうが攻めてきたら戦線が開かれるわけでして、アメリカの方も、まあルーズベルトはね民主党の大統領ですから、基本的には戦争をしたがらない人たちが票を入れて当選した大統領ですからね。フィリピンに手を出す必要なかったんですよ。インドネシアを取ってマレーシアを取って、まあほんで台湾は最初から持ってます。そしたら一応資源は手に入るんでね。もともと日中戦争を継続するためにインドネシアに攻めていったわけですから、まあ、アメリカが石油止めてきましたんでね。だからアメリカ攻める必要は実はなかったんだけど、だけどフィリピンを取らないといつその護送船団がやられるかわからないですからね。まあでもそれを守るための連合艦隊であって、もうあれだけの艦隊揃えてたのは日本とアメリカぐらいしかありませんからね。イギリスよりも多いと思いますよ。戦艦の数とか空母の数とかね、艦載機の数とか、まああとは潜水艦の数もそうですしね、駆逐艦とか、まあとにかく戦艦が、12隻、従順が18隻、軽巡が21隻、空母25隻、ああ、軽巡25か。空母25、まあこれは戦時中に収益するものも含めてですけどね。で駆逐艦170と潜水艦170がいたんですね。全部でね430ぐらいいたんです、連合艦隊っていうのは。まあそれ以外にも補助艦艇入れるといっぱいありますよ。で大体ね輸送船が600万トン総トンで600万トンぐらいあって、で300万トンを陸海軍が徴用して、300万を民需でやってたんですよね。陸海軍が徴用するっていうのは、例えば兵隊をですねフィリピンに運んだりとか、あとミッドウェー攻めるときにミッドウェーに向けて兵隊を運んだり しないといけないんでね、陸軍の兵隊さんを。でそれで300万トン陸海軍が徴用するんです。でそれとは別に南方から内地に
例えばガソリンを持って帰るなんていうのは300万相当いるわけですね。でその徴用した300万トンっていうのはそのある程度戦争が有利に進むと民間に返せるから一時的な借り方でいいんだっていうふうに言ってたんですけど、ところがそううまくはいきませんからね。もう借りっぱなしになったわけですよ。あと88回りですね。まあ山はちょっと低くなってきましたね。でまあ、1号作戦とかって呼ばれるね、大陸脱作戦というのは北京からですね、ずっと武漢とかね長沙とかを通って鉄道が通ってるんですけどね、要は黄河と長江を縦に結ぶ、京漢鉄道っていうのかな、京が北京の京で漢が武漢ですよね。京漢鉄道とあと もっと下にも伸びていくんですけど、そこの近辺にあるアメリカ軍の飛行場があるんですけどね、まあ、連合軍の飛行場を破壊して回るっていう、北から南に脱してですね、その破壊して回って、その B-29 がですね、その京阪鉄道沿いにあるですね飛行場から一応ギリギリですね、北九州ぐらいまで往復できるんですよ、距離的に。だからちょっとピンチになったんで、そこを破壊してですね、やろうっていうのは1944年の前半ぐらいの動きなんですけど、ただ結局6月にですねマリアナが落ちてしまったんで、サイパンとかグアムがですね落ちてしまったんで、結局その B-29 がですねそっちから来ることになっちゃったんですね。だから大陸脱でそっちのアメリカ軍の基地を叩いたんですけど、まあ、ある程度叩けたんですけど、結局そっちは使わなかったんですよね。アメリカ軍もそのサイパンの方から発射した方が便利なんで、まあ、実は大陸脱っていうのは決定的な効果を持たなかったんですよね。まあ、ただ一時的にちょっと中国軍の威力を弱らせたのはありますから、まあ決して無駄ではないんですけどね。でちょうどその頃ビルマ戦線ではねインパール作戦が行われて、ちょっと兵隊を無視してしまったんで負けてしまうんですけど、まああれもねそのちょっと左翼的な誇張というのかな、が強い面があってね、状況で多分牟田口じゃなくても戦争を言い出す人というのは普通にいただろうと言われているし、まあ何しろね部下が裏切ったんですよね、佐藤光徳だったかな。まあ命令が無茶な面があったのは確かなんですけど、部下に裏切られてしまって結局総崩れになっちゃったんですよね。もしあそこでねもうちょっと安定した作戦を立てて部下の裏切りがなかったらね、イギリス軍ってそんなに強くないですからね、あの辺の戦況が一時的に有利になってる可能性はあったんですけどね。
まあだけど時期的な問題からすると、そんな1944年の前半の4月とかにね、あのインドのあっちの一番端の方で一大作戦を挙行する状態ではなかったことはもう明らかなんで、ちょっとやっぱりその辺が全体的なこう戦略がおかしくなってるっていうのは感じますけどね。まあとにかく戦線を広げすぎたんです。あの真珠湾が成功して頭おかしくなっちゃったんですね。まあ本来真珠湾もあんなの絶対やる必要ないんです。そんな一か八かで博打みたいなことをやるよりは、あれ間違えて全部あの空母の6隻がね沈められてる可能性もありますよ。あれたまたま良かったけど、あんなチョークね、行く必要はないんですよ。あ、そもそもアメリカ攻める必要ないんで、イギリスとインドネシア、あ、イギリスとオランダですね。まあ実質オランダはもうドイツに占領されてるわけでして、オランダはもう戦力外ですから、イギリスとの戦争をするべきだったんですね、最低限。まあもっと言ってしまえばね、あのオランダ、まあ旧オランダ領ですね、インドネシアのオランダだけ戦争してもよかったんです。まあちょっとこれは難しい面もありますけど、要はマレーシアとか香港は手を出さないんです。シンガポールもほっとくんです。でオランダっていうのは亡命政権の一応インドネシア領っていうことで、まあただそれはもうオランダが本国が占領されてるんで、実質的にはドイツのものだとも言えなくはないんですけど、まあただそれを一応オランダの亡命政府のものだとすると、まあそこと戦争をしてって言ったらもうほとんど戦力はありませんよ。インドネシアのパレンバンとかバリクパパンとかですね、あとタラカンとか、あの辺を取って油が出ますからね、そこだけにすると。そしたらあのイギリスにもアメリカにも手を出してないですから、向こうも別に攻める口実がないというかですね、まあもちろんそのハルノート の全部中国から手を引けっていうのはあるんですけど、ただそれに違反してるからといってその英米軍が攻めてくるとも思えないですからね。あのそもそもドイツに手を焼いてますから、ドイツに手を焼いているわけなんで、そのわざわざそんなアジアの極東でね戦争するところまで世論を動かせるかというと、なかなかそれも難しいですからね。ただまあインドネシアを取るにはマレーシアとかね、もっと言ったらあの海南島って言ったあの台湾の南にある島ですよね、香港のもうちょっと南にあるあそこの辺の拠点から出撃するのが一番いいんで、まあもちろんそのマレー半島を取ればそこがゴムとか、ボキサイトとかですね、いわゆるアルミの原料になるんで、もちろんまあ取った方が戦争は拡大できるんですけど、だけどそもそもですね英米と戦争する魂胆なんて何にもなかったんですね。日本軍っていうのはあくまで日中戦争を継続するっていう、でそれをアメリカが邪魔してきたんでどうしようかってなっただけで、別にその英米と戦争する必要は全くなかったんですよね。日中戦争を続けるんだ、それだけなんです。でそれをアメリカが石油を止めてきたから、じゃあ自活の道でインドネシアまで取りに行きましょうってなっただけで、じゃあインドネシアだけ取って、つまりオランダの亡命政府と戦争をすると、まあ実質的に戦争は起きませんけどね、まあ、インドネシアに多少の守備軍が残ってるぐらいで、まああと海上艦艇もせいぜい数隻ぐらいしか ないわけですから、まあそんなの戦争とは言えませんからね。でそれで簡単に任して、まあもちろんそしたらあのアメリカが石油を止めてきた意味がなくなりますんで、まあ、もちろん英米は怒りますよ、起こりますけれども、じゃあ開戦してくるかって言ったら、そこまでには距離があるわけですね。
もちろんあれだけの連合艦隊でね、420隻、戦闘艦艇だけで420隻あるわけですから、それでガチガチにそのシーレーンを守ってですね、インドネシアからの重要物資をですね、もう言っちゃえばですね、輸送船団をヤマトとかムサシとか加賀赤城で守ればいいんです。そしたらそう簡単に破れませんよ。第一機動艦隊とでその後ろに武蔵とかヤマト長門をつけてですね、輸送船15隻ぐらいの船団、護送船団でそれこそ守っていけば、それはちょっとやそっとは手出せませんからね。でもちろんその空母で第一機動艦隊で完璧に偵察するわけですよ。もう40機ぐらい偵察機常に出して偵察してですね、敵艦隊と潜水艦を 見ながらですね行くわけですね。そしたらそう簡単に行けませんよ。そしたらタラカン油田とかパレンバンとかめちゃくちゃ油出るんで、でどん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 国内に備蓄していけばですね、それは日中戦争はある程度は戦えますよ。そら、まあ、重慶が落ちたかどうかは別で分かりませんけどね、まあ落とす必要はないんですけど、あんな広い国土を占領するなんてそもそもまあただね、そういうふうにあんな広い国土を占領できるわけないだろうって言うでしょう。だけど実際女真族っていうね、少数民族が中国一国を治めてるわけですよ。だって大多数が漢民族なのに、弁髪のね、筋肉マンなの ラーメンマンみたいなあれの弁髪の文化を持った少数の人たちがですね、中国の全領地を治めてるわけですからね、不可能ではないですよ。それは日本人が北京に居座ってって考えるのと同じことですから不可能ではないんですけど、まあただとはいえあんだけの国土をですね、そんな日本人って海外に出て行って植民地経営したことってないんですよね、それまでの歴史の中でね。もうせいぜいが秀吉の朝鮮出兵ぐらいだから、そういうノウハウもないしっていう中で、いきなりあんな広い国土をですねっていうのはちょっとまあ無理がある話ではあったわけですよね。だから英米に手を出さず、かといってインドネシアの油はもらう、そして中国戦線においては満州とせいぜい北京ぐらいで我慢をして、戦争の推移、まあ、特にヨーロッパの戦争の推移を見守ると、こういうですね、まあ、どっちかというと保守的な戦略というものをやっぱりこの大本営というのが持ち得なかったというのが、どういうわけかイケイケどんどんになってしまったんですよ。でやっぱりその立役者が山本五十六なんですよね。真珠湾作戦というものを計画してしまったもんだから、国民がこう酔いしれちゃうわけですよね。もうちょっと控えめにやっていればよかったんじゃないか。これね、笑えないのが株と一緒でしてね、株もね、ものすごいビギナーズラックで大勝した人って頭の中がもうイケイケどんどんになっちゃうから、次の2戦目で大きく負けるんですよね。まあ私のことですけどまあ私のことなんですけど、そのイケイケどんどんになる感じってわかるんですよね。自分は神がかっているみたいに思えてくる時ってあるんですよ。でも大体そういう人ってもう大負けして立ち上がれないようなぐらいの大負けをしないとわからないんですよね。まあ私の場合はね、立ち上がれないような負け方ではなかったんで、1戦目のビギナーズラックで得たものを丸々失ったぐらいで済んだんですね。それ以上に損を広げるってことはなかったんで、それで良かったんですけど、ちょっとね、やっぱり大きい勝負をしすぎた。
そもそもがね、日露戦争自体がものすごく大きな賭けですからね。で、あれに一応表面上勝ったことで、ちょっとね、兜のを締め直さないといけなかったんですけど、そっからなんかね、もう狂っちゃったんですよね。あの1905年の段階からね、日本人というのは狂い始めてるんです。ちょっとやっぱり、あの司馬太郎なんかも言ってますけどね。ただそれにしてはね、第一次世界大戦の頃ちょっとおとなしくしてたんですよね。そうそう、ちょっとおとなしくしてたんで、あの大きな傷を負わなかったでしょ。あの一応連合軍につきましたからね。だからあの南洋諸島が手に入ったわけですからね。うん、もうすぐですね、まあ、海岸線も見え始めてきましたし、まあもうすぐあそこからちょっと行くとアモイですね。まあ泉州とか福州とかその辺のもうこの海岸沿いの感じ、まあちょっと山もねなくなってきたんで、まあ、今日は中国を飛ぶってことでね、まあ、あのパシフィックシアターの解説もちょっとしながら、まあやっぱり僕は歴史が好きなんで面白いですよね。まあこのフライトシミュレーターもね、歴史の研究の一環として考えてるんで、私の場合は。もうこうやってね、アモイの近辺のこういう地理が分かるだけでもですね、またこれ話が広がるわけです。その歴史の知識がね、分厚さを増していくわけですよ。こういうものを普通知りませんからね。大体そんなね、世界史の先生でもこんな空撮画像、空撮動画を見たことはないはずなんで、まあせいぜいその北京に行ったことありますとか香港に行ったことありますとか、まあそういう人は多いでしょうけど、まあこうしてですね、銃弾の中国銃弾のフライト動画をですね見た人っていないわけですよ。このゲームってそもそも2年前に出始めてまして、まさに今最新のこのものを見てるわけですから、もういかに世界史のその中国史の大家といえどもですね、こういう土地は分かってないはずなんですね。土地柄っていうか、この地理の感じは絶対分かってないですよ。だってあの Google マップが出始めたの、まあ、10年ぐらい前ですかね。でもこういうふうにですね、 Google マップを見てもこういう立体画像は見えないんですね。あくまであれはその上空から見た2次元の話なんで、こういうふうにこう、3D で見ることはできないんですよ。だから地形というのがね、真上から見た衛星画像だとなんとなくわかるんだけど、やっぱりこう頭の中でね、画像を結ばないんですよね。立体的に把握することはできないわけです。はい、じゃあ着陸をしていきましょう。まああの滑走路のね、向きによってはまっすぐ普通に着陸できる場合とそうでない場合があります。回り込まないと、あの直行している場合は回り込まないといけないんでね、ちょっとそこがどうなるか。
まあ次回か次次回ぐらいで香港ぐらいまで行けて、縦断フライトは終了していって、次はまあ上海とかね、まあ上海は行ったから広州ぐらいでもいいかな、広州ぐらいから、成都、そしてラサを目指していく、そういう展開にしていきたいと思います。まあ私は縦断よりね、横断の方が興味があるんで、まあアメリカも縦断より横断の方が面白かったんで、まあ、フラップ全開なんでね、あのエンジン推力 100% だけど全然スピードが上がらないんですよね。これがフラップの使い方でございます。まあフラップっていうのは要は空気抵抗が増えるんですよね。主翼の空気抵抗が増えるから、あの揚力を稼げるんだけどスピードは出なくなるんですよね。これはいい感じですね。エンジン推力を半分ぐらいにしました。まあだいたいね、100ノット以下ぐらいにして降りていくのがまあいいとされてますね。もうちょっと落としましょうかね。よし、これで。よし。まあ完璧な着地ではなかったですけど、まあかなり完璧に近かったですね。はい。ご視聴ありがとうございました。